えー、僕がですね、あのーえー、岡田敏夫デースこと浜田岳君を好きになったですね、偉大なる修羅ンですね、えー、これはですね、あのー、一番最初に語ってうわダメだったって言ってたですねなんだっけあ。これですね。 ジャッジと同じような動機でで見たんですねジジャッジはこういうフォー画もちょっと見とかなきゃなという義務感で見て大外れだったとで偉大なる「修羅ラボン」は同じようにいやこういうフォー画も見とかなきゃなと思って見たらあ面白いじゃんとであのね濱田君には悪いんだけどもこれもすごく面白いわけじゃなくてうんうん瀬戸内海の小島に浮かぶ なんだろうな謎の一族がいてでその一族の跡取りというか島の,あの所有権を巡るような、まあ、ミステリーだと思ってください。で、えー、そんなに多分ね10年後20年後にも語られるのは名作映画では多分ないと思うんだけども手堅く作れば真面目に作ればあのちゃんと面白い映画があってまだまだできるんだなというふうに思いました深田恭子も可愛かったしね。<laughs> 次が